島々を守るのがディグダグの仕事。ラウンドをクリアするには森を使って敵のキャラをやっつけるか、島にドリルでヒビを入れて島ごと落として退治するかだね。島ごと退治すると点数もいいんだよ。第9位、ハイドライドクリア。これはフェアリーランドという国の勇敢な剣士ジムがプリンセスアンを探しに行くというもの。目的持って歩かせないと疲れて死んじゃうよ。第8位、影の伝説。なくしてしまった髪の毛を探し回るゲーム。それ影の伝説でしょ。じゃあ何にも入れないお蕎麦。うん、そりゃ影の伝説。そりゃ侍の頭。影の伝説だよ、いい加減にしてよ。ごめん。の迷宮を突破して無事ゼルダ姫を助け出そう。いつになったら地上にゼルダ？え、なんか言った？地図を探し当て地図を見ながら進むんですよ。なるほど、賢いと説明書に書いてある。第6位、マイティーポンジャック。マントを翻した勇敢なジャックがピラミッドの謎を解いていくというゲームだね。なんでパワーボール取らないの？いいな、いいな、見てなさいよ。いいか、ほら、1匹、2匹、3匹、よし、今だ。すごい、すごい、すごい、すごい。Bボタンを3回押して、敵のキャラを一瞬にして金貨に変える技もあるんだよ。いろいろあるんだね。さあさあ、3面のこのヤシの下、歯と歯の間、5回ジャンプしよう、ね。そうすると、隠れ部屋の扉が開くんだ。どこどこどこ？へえ、こんなところにあるのか。それからこの隠れ部屋の中にはジャックのお兄さんが捕まってるんだよ。お兄さん救い出すとワンナップでしょ。そういうこと。それから5面のこんなところにも隠れ部屋につながるところがある。この宝箱を開けてスフィンクスを取ると扉が開くようになってるんだ。そうだね。うわ、ほんとだ。第5位、グーニーズ。ねえバグ、このグーニーズにはね、面白いキャラクターが登場するんだよ。何が出てくるの？まあまあ、慌てなさんな。まず3面の始めで、この位置まで来て戻るとコナミマンが出てくるんだよ。で、次はこれ。ずっと来てね、パイプの切れ目で十字ボタンの上を押すとツインビーに会える。それから、4面。十字ボタンの下と B ボタンを一緒に押すとビッグバイパーに会えるんだ。それから5面にはほら UFO が出てきたでしょ。これはパチンコを持った状態で B ボタンを押すんだ。次は変わった爆弾の使い方。これは1面だね。そう、ここでね、壁に爆弾をセットすることができるんだよ。キャーン、面白い。それからこの5面で滝に爆弾を落とすと入り口が開くんだ。あとはここ、これはまあ何でもないんだけど、ここをパチンコを使ってギャングをやっつけるんだね。ほら、ギャングが撃ってる。爆弾を使うと、ほら、壁に、よよ、どうするどうする。うわー、壁に埋まっちゃった。ほら、うわー、助けてくれー。
やっと来たらなんちゃってまず3つの薪をクリアしなければならない。なるほど。薪をクリアするといいかい、扉が2つ出てくるよ。間違えるとこんな風に地獄に落ちるからご用心。よいしょ、上の方へ。よいしょっと。うわ、巨大妖怪だ。あの動いてる目玉を狙っちゃうんだ。やったー。次は妖気魔境のこの墓石の上でジャンプすると、ほら目玉親父が出てきた。これを取ってワンナップだ。でもあのケメ玉取らないようにしようね。というわけだね。それからこの水晶玉を取って砂かけババアのところに行って呪文をかけてもらうと妖怪状なのだ。これを取るとめでたくこの面は終わり。めでたしめでたし。第3位、忍者ハットリくん。これはもうみんなかなり知ってるからあまり解説しません。そんな。まあ大切なところはまず影千代にシルケンを当ててワンナップ。これを繰り返してハットリくんを増やすこと。それからあまり動かずに忍法を取ることに専念する。この2つが大事ですね。それでエリア3、この木の上で手裏剣を右へ投げると鍵が出てくる。これを取ってワープしよう。数も減らないんでとっても得だ。うわあとはこれ。まずパワーをゼロにして、あと1回やられると服部くんが減るようにする。そして涙パワーの術を使って心臓に向かっていくと、いやー心臓が鳴き出す。これはずっと止まらない。ただそれだけのこと。そしてハイライトは何といってもこれ、8エリアの2つ目の小屋の屋根でここで右側に手裏剣を投げ続けると、なんと高橋名人の顔が出てくるんだ。得点は20万点。14エリアでも出るんだ。第2位、グラディウス。ついにファミコンで登場。知らない人はいないと思うが、遅れている君に説明しよう。このゲームの特徴は5段階にパワーアップできる。千葉県の中学3年生梅崎くんの名人で見てみようよ。まずはワンナップの取り方。この岩にビッグバイパーのお尻をつけると、えい！お見事ワンナップ。次はここステージ2。ストーンステージのここで中に入ると、本当だ、またもやワンナップ。ステージ3をクリアしてフル装備だと5面にワープできるんだ。みんな知ってたかな。一番難しいのはこの触手。これを触手技能という。なかなかやっつけられないぞ。なるべく前の方で構えているのがコツだよ。なるほど。それからずっと中へ入っていくと、さあここはいよいよ最後のステージ、要塞ゼロスの内部に侵入していくんだね。さらに奥へ進む。一体要塞ゼルスの正体は何だったか。ん？おお、ノーノーだったんだね。驚いた。ここまで行ったお友達いるかな。
て残るはあと一つ、人気ソフト第1位。おっと、その前にこれをチラッと。第1位、スーパーマリオブラザーズ。ここではマリオの裏技をいろいろ見せちゃう。まずは1の1から。わあ、危ない危ない危ない。でもジャンプすれば大丈夫。次は1の2、キノコ閉じ込め作戦。必殺壁登り。壁を使ってジャンプしちゃってるよ。すごいね。これは各ワールドの4面、マリオがクッパと斧に同時に触ると次の面でおかしなことが起きるんだ。ほらほら、キノコを取るとマリオが小さくなっちゃった。花を取ると小さいままファイヤーマリオになってしまうんだ。ファイヤーボールを投げるときだけは大きなマリオになるんだぞ。いとこどこ、小さいままじゃない。ちょっとスローで見てみると、ほらほらほら、ほら、わ、本当だ、大きくなってる。ここは3の3面、2度ノコノコを踏むと空中で止まるんだ。あ、歩き出した。ほら、本当に2回踏んでるよ。ここは水中面、なんでもないんだけども、この土管の上に行くとマリオが壁に埋まって抜けられなくなる。ほら、まあただそれだけ。面白い。さて、いよいよ8の4面、ハンマーブロスは近づいてくるのを待ってジャンプ。これがコツ。やった、全面クリア。ドラゴンクエスト。これはあのポートピア殺人事件とゼルダの伝説をミックスしたようなもんだね。今月レビュー発売だよ。次はバードウィーク。親鳥が餌を集めてヒナを育てる。一匹のヒナに2回餌をやると巣から飛び出すことができるんだ。ほのぼのとした楽しそうなゲームだね。さあ、そして最新ソフト情報のメインイベント、これが噂のスターソルジャー。これは高橋名人にやってもらったんだ。まずは見てちょうだい。はいはい、そうしましょう。この辺だと名人は余裕たっぷりですね。でもさ、だんだん難しくなってくるんでしょ。このシューティングゲームでもパワーアップしていくことができるんだよ。どうやって。見ててね。やりますよ、名人は。いいですか、ほらほらほら、今ピーマー食ったね。後ろにも送れるようになってきた。はいはい、もう一つ行ってみますよ。それやった。うわー、5方向に打てるようになっちゃった。5方向はありがとうさん、なんちゃって。うまい。誰がシャレ。あ、名人かと思った。ね、出てきたよ。お、今のやつの真ん中に入ってやっつけるとね、8万点のボーナスがもらえるんだ。8万点。このゲームにはね、いろんな隠れキャラがあるんだよ。隠れキャラ、そんなのあった。はい、あります。隠れキャラの場所はね、いや、まだ秘密。でも夏休みにね、
スターソルジャーは映画になるんだって。映画に？うん、映画を見れば隠れキャラなどいろんな秘密を全部わかっちゃうんだぞ。うわー、楽しみだな。うわー、一面の終わりは強敵スターブレイン。頑張れー。1秒間に16発も撃てる高橋名人だからね、すぐやっつけることができるんだ。うわー、なるほどね。やっぱりさ、撃つスピードが違うよね。え、もう全然。はい、そして4面の最後出てくるぞ。これが噂の画面の3分の2を使ってしまうというバカでかいファミコン史上最大のキャラだよ。ビッグスターブレイン。周りをやっつけてから真ん中に32発ダダダダダダダッと当てるとクリアできるんだ。やった、君も名人になれる。第1条、ま、ファミコンに上手くなろうと思ったらまず体を動かさないこと。よくね、このコントローラーを持ってて自分を右に動かしたいんだけども動かさない、十字キーを右押さないで、もう体だけが右左ってやってる人いるよね。もう体はこう固定して指だけが右左と動くようにしよう。それからコントローラーの持ち方、僕はよくね、例えば服部くんとかロードランナーをやるときにはこう親指と中指でこう挟んじゃうんだよね。それで親指、これがね結構固定されるんだよね。はい、30。じゃあ今度はジョイスティックの使い方。僕はねこう握ったりはしないんだ。なんでかっていうと握っちゃうとね、どうしてもここに力が入っちゃう。だからこうね、割と細かく動かすことができないんだよね。で、僕はどうやってるかというと、こう軽くつまむ。これだとね、例えば自分の飛行機を真ん中に止めたいとき、もうちょっと離せばいいんだよね。第4条。それからあとはこう振動値。で、僕の場合は指先で押さない。で、手首も使わない。で、どこで打ってるかっていうと、肘をね、机に固定してるんだよね。肘から先が全部こう動いてる。わかるかな？うまくなって名人みたいに女の子にモテたいんだけど。僕女の子にモテてると思います？だからファミコンだけ上手くなったってダメですよ。他スポーツも上手くなんないと。勉強もね。攻略、噂のマイナス面、スーパーマリオブラザーズ。これなかなか言い方難しいんだよね。まず第1の方法、1の2でブロックこすり技。ブロックの角が頭の上に来るような場所で何度も何度もジャンプすると、するとマリオが少しずつ右にずれていくんだ。え、どこ？OK、 よく見ててよ。よいしょよいしょよいしょ。でも敵が見えないから危ないな。あらら、バーが見えないじゃない。困ったな。でも飛んじゃい。えい、やった、大成功。でそのままワープゾーンへ行こう。ワープゾーンの表示がなければマイナス面はもうすぐ右か左の土管に入ろうね。マイナス面には他にも行き方があるんだって。そう、それがこの背面ジャンプ法。でもこれがなかなか難しい。え、よいしょと、よいしょと。あ、マリオが壁の中入ってた。今度は左の土管に入れば OK。 やった、マイナス面だ。なんだこれ、空中面なのにマリオ泳いじゃってる。ディスク版のマイナス面はいろいろ不思議なことが起こるんだ。不思議なことって、あらら、泳いでるけど雲があるから空中だよね。いや、水中かもよ。水中？へへ、空中だねこれ。あ、ピーチ姫だ。お、めったに見られないピーチ姫が2人もいたりして、雲のそばをマリオが泳いだり飛んだり跳ねたり、本当におかしな世界だね。
これでマイナス1面をクリア。でもここで気をつけなければいけないのはポールに捕まる位置。あまり高い位置で捕まるとマリオは後ろに入れなくなっちゃうぞ。さてこれがマイナス2面。あれ、どっかで見たことのある景色だ。うん、実はこれ7の3と同じなんだ。なんだ。さて最後のマイナス3面。地下の世界なんだ。そうですよ。あらららら、レッツが泳いでくる。地下なのにどうして泳いでんの。それはイカだからね。え、イカだから泳いでんの。そう、イカった、イカしてる。いいかな、こんな程度で。いいよ。この面は一見簡単そうに見えるけど全体が迷路になっていて注意しないと抜け出せなくなっちゃう。さていよいよクッパ大魔王との対決と思いきや、あれ、どうしたんだ、クッパがどこにもいない。よいしょ、あれ、ピーチ姫もいない。どうしちゃったんだろう。あー寂しいな、マリオ。マイナス面クリア。でもこの番組はプレゼントのお知らせが終わるまで見ててよ。さて皆さん、お待ちかね、いよいよプレゼントのお知らせだよ。たくさんあるから見逃さないでね。じゃーん、まずは忍者ハットリくん攻略ビデオ。これさえあれば君も名人になれる。サトソンより5人のお友達。次は高橋名人物語の本、名人にも辛い涙の物語が、なんてね、小学館から20人のお友達に。そしてこれはすごい、バンダイのゲゲゲの鬼太郎。同じくコナミのグラディウス。東芝 EMI からハイドライドスペシャル。ナムコのジグザグ2。テクモのマイテーポンジャックなど人気ソフトがそれぞれ5人のお友達に当たるんだよ。応募方法は完成ハガキ1枚につき欲しいと思うプレゼント1つと住所、氏名、年齢、電話番号、それに君の今一番好きなソフト名を書いて送ってください。締め切りは5月25日、消印有効です。